歌子ちゃん。あ、はい、初登場ね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、あんた何やってる人なんですか。はい、二次三次所属の歌のお姉さんで不女子な VTuber 鈴鹿歌子です。今日はよろしくお願いします。あ二次三次。はい、四時五時から来る人とかもいんの。あ、いや四時五時はちょっとまだそういう企業は聞いたことないですね。あ、だいたい二時三時から来る。間違って七時九時から来る人とかいない。はい、だいたい二時三時から来る。七時九時も聞いたことないですね。七時九時も聞いたことない。聞いたことないですね。あんたはな、どういった活動してんの。はい、普段はちょっぴりエッチなゲームの実況とか。脱衣麻雀とか。ぴったり今当てられたんでびっくりしました。あんた脱衣麻雀やってんの。はい、自分の立ち絵でちょっと脱衣していくみたいなのを用意して、視聴者の皆さんと麻雀やったりとか実際にやりました。あ、そうなの。はい、視聴者も脱ぐの。はい、視聴者さんも裸になるまでやっていただいて。それは視聴者はその脱いでるか脱いでないかどうやって判別するの。あなたは、あなたはその、みんなから見られてるから脱ぐしかないでしょ。そうですね。でも視聴者の人は本当に脱いでるかどうか分かんないじゃない。そうなんですよ、そこはちょっと自己申告していただいて。脱いでねえよ多分。今、多分脱いでねえだろそんな。脱いでるって信じてるんですけど。あ、でもたまにツイッターとかで本当に脱いでるお洋服とかを写真投稿してくださってるとかしてる人もいるんで。ちゃんと脱いでますよって。はい、ピノちゃんお久しぶりですかね。お久しぶりです。ああ、何やってたの最近あんた。最近ですか、映画を見てたかもしれないですね。あ、そう。なんかあった、はい、面白いやつ。いやー、それがですね、あんまりこう、なんだろう、好みの作品に最近巡り合えないんですよ。あ、そう。そうなんですよ。どういったジャンルが好きなの、映画は。やっぱり、いろんなのが大暴れする作品が好きです。めちゃくちゃ漠然ときたね。ゴジラとか。ゴジラ大好きなんですよ。あ、なんか街とか人間が壊されていく映画が好きですね、どちらかというと。悲しいね。悲しい映画が好きなんだね。To be continue。 本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価を、ついでにチャンネル登録もお願いします。皆様のおかげで投稿動画500本突破。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いします。